今回は ASUS のゲーミングスマートフォン ROG Phone 2をご紹介いたします。超ハイスペックでよりゲームを快適にプレイするために開発された製品です。では開封します。非常に特徴的なパッケージです。これをこのように開けると製品本体が出てきました。製品本体ですね、はい、そして、はい、こちらはエアロアクティブクーラー2が出てきました。端末を冷却できる外付けクーラーユニットになります。そして、はい、ここにある箱を取り出すと中にはSIMのイジェクトピンが入っています。そして中には製品保証書ユーザーマニュアルが入っています。そしてこちらですね、製品に装着する付属の専用ケースが入っています。こちらは、ケースを装着したままでも問題なく使用ができるような仕様になっています。そして充電用の Type-C の AC アダプターセットになっています。そして最後に、こちらが、サイドマウントコネクター用の替えのカバーが入っています。 ROG Phone 2のラインナップとして今回2つのモデルをご用意しています。違いとしては内蔵ストレージの容量が 512GB のモデルと 1TB のモデルから選べます。また本体カラーは同じブラックですが、それぞれ背面の質感が異なり、 512GB はブラックグレアカラー、 1TB はマットブラックカラーとなっています。まずは基本スペック性能をご紹介します。液晶は 6.59 インチでフル HD プラスAMOLED ディスプレイを採用しています。画面比率は 19.5:9 となります。ガラスには最強クラスの堅牢性を誇るゴリラガラス6を搭載しています。そして CPU には現行最高峰のハイエンド CPU、 最大 2.96GHz で動作するQualcomm Snapdragon 855 Plus を搭載し、圧倒的なパフォーマンスを体感できます。 GPU にはアドレノ640を搭載し、美しいゲーム画面をスムーズに映し出します。例えば通常のスナップドラゴン855との比較ですが、 CPU では約 4%、 GPU では約 15% 性能がアップします。また全モデルの ROG Phone に搭載していた845と比較すると、弊社調べで約 30% のスコアアップの向上が見られました。ROG Phone 2はかつてないほどの強力なパワーであらゆるゲームを快適にプレイさせてくれます。メモリーは現行スマートフォンで最大容量の 12GB を搭載し、内蔵ストレージも大容量で 512GB と 1TB のモデルから選べます。バッテリーも超大容量 6000mAh でゲームを長くプレイすることが可能です。充電についてはクイックチャージ 4.0、 USB パワーデリバリー 3.0 による急速充電に対応しています。別売りの OTG ケーブルを使えばリバースチャージモードにより他のスマホなどに給電も可能で、モバイルバッテリー代わりにもなります。また同じ Android 端末同士であれば相互にファイルの共有なども可能です。そして ROG Phone 2の UI は Android 9.0 でゲームユーザー向けに最適化された ROGUI を採用していますが、従来の全本シリーズと同じ全 UI テーマに切り替えることも可能なので、好みやその時の気分で切り替えてください。続いては ROG Phone 2に搭載されている AMOLED ディスプレイについてご紹介いたします。今回の ROG Phone 2にはリフレッシュレート 120Hz の AMOLED ディスプレイが搭載されています。高リフレッシュレート対応ゲームであれば、従来よりもはるかに滑らかな映像でゲームを楽しむことができます。どんな感じなのか比較した動画がありますのでご覧ください。端末のリフレッシュレートが異なることによってどのような違いが出るのか、右の端末が ROG Phone 2でリフレッシュレートは 120Hz、 左の端末はリフレッシュレートが 60Hz です。端末のリフレッシュレートが2倍違うため、 120Hz の ROG Phone 2の方が高速スクロールした際より滑らかに映像が表示されています。
例えば同じゲームを動かした場合、リフレッシュレートが高いディスプレイを搭載した ROG Phone 2の方がより滑らかな映像でゲームを楽しむことが可能です。続いてこちらも同様の比較です。上の端末が ROG Phone 2でリフレッシュレートは 120Hz、 下の端末はリフレッシュレートが 60Hz です。動画内の UFO は上下ともに同じ距離を移動していますが、端末のリフレッシュレートが2倍違うため、 60Hz の方が UFO が画面外に消えるまで1秒、 120Hz の場合は 0.5 秒になっています。 ROG Phone 2に搭載している 120Hz のリフレッシュレートでよりゲームを滑らかにプレイすることができます。続いてはタッチサンプリングレートの比較をしてみます。 ROG Phone 2には現行スマートフォンで最大のタッチサンプリングレート 240Hz となっています。タッチサンプリングレートはどれだけ正確に滑らかにタッチ入力ができるのかの指標となる値です。では試してみます。タッチサンプリングレートが違うディスプレイで同じ処理を行った場合、タッチサンプリングレートの違いによって実際に端末側が受け付けたタップ回数が異なります。ゲームアプリによっては高速連打や様々な位置のタップが必要になりますが、 ROG Phone 2の場合、プレイするユーザーが入力したタップを逃すようなことはありません。この動画はタッチサンプリングレートの違う2つの端末を1秒間に25回画面を同時に連続タップしてタッチパネルの性能の違いを比較している動画です。また ROG Phone 2ではAMOLEDディスプレイを用いた指紋認証機能を搭載しています。認証可能角度は360度で計5個の指紋を登録できます。端末スリープ中にディスプレイに触ることで指紋マークが表示されます。その後その部分に触れることで端末のロックが解除されます。続いてはこの ROG Phone 2をさらに快適によりゲームを楽しくプレイできるようになる豊富な専用アクセサリーをご紹介します。 ROG Phone 2は端末冷却ができる外付けクーラーユニットを同梱しています。これを装着することで発熱部を通常時よりも約5度近く冷却し、さらに全モデルの ROG Phone のクーラーユニットの約4倍性能が向上したので、高負荷のゲームなどを遊ぶ際により安定したパフォーマンスを維持することが可能です。また装着中でもヘッドホンを接続したり端末を充電しながらゲームをすることができます。 ROG Phone 2は本体背面を保護する専用ケース、エアロケースを同梱しています。エアロケースをつけたままエアロアクティブクーラー2も同時に装着することも可能です。ROG 区内コントローラーはアナログスティック、十字キー、ボタン、トリガーなどが豊富に用意されており、装着することでスマホをゲーム機のようにしてプレイすることができます。ツインビュードック2は ROG Phone 2を2画面モードで利用するための拡張ユニットです。上部ディスプレイ側は ROG Phone 2と同じ解像度2340×1080 ドットの 6.59 型 AMOLED ディスプレイになっています。そして本体冷却用ファン 5000mAh のバッテリーを内蔵しています。オーラライトなどでカラー選択などもできます。豊富なインターフェースが備わっています。対応アプリであれば2画面モードの機能をフルに活用したゲームを楽しむことができます。さらにツインビュードック2接続中は別のゲームアプリを2つ同時にフル画面で起動することも可能です。 ROG Phone 2に ROG 区内コントローラーを装着した状況でツインビュードック2を合体することでアクセサリーをフル活用することができます。モバイルデスクトップドックに ROG Phone 2を装着することで外部モニターへの映像出力、また各種ポートを利用して様々な PC 用の周辺機器などが使えるようになります。また ROG Phone 2にはスマホゲームをキーボードやマウスで操作できるようにする ASUS 独自のキーマッピング機能があります。これによりスマホゲームを PC ゲーム同様に快適にプレイすることが可能になります。 ASUS Y-GIG ディスプレイドックは
ROG フォン2に内蔵されている 60GHz の無線通信機能 YGIG IEEE802.11AD を用いて ROG フォン2の映像をワイヤレスで転送し大画面テレビなどに表示することができます。さらに背面に搭載されている USB ポートに外付けハードディスクなどを接続するとワイヤレスハードディスクとして使うこともできます。 ASUS プロフェッショナルドックはこちらを装着することで各種ポートを利用して様々な PC 用の周辺機器などが使えるようになります。ライティングアーマーケースは ROG フォン2のオーラライトと連動して光る専用保護ケースになります。続いては超音波タッチセンサーを利用したエアトリガー2の機能をご紹介します。エアトリガー2は本体右側の上下2箇所に搭載されています。横向きでゲームをプレイするときに画面内のボタンをエアトリガー2に割り当てることができます。スマホでのゲームプレイ時はタッチパネルを利用した操作のため画面内のボタンの位置などを見失って操作ミスすることがありますが、このエアトリガー2を使用すればゲーム機の LR ボタンと同じような感覚でゲームをプレイできます。続いてはゲームアプリ起動時のパフォーマンスを最大限に高める X モードをご紹介します。 X モードを有効にするとバックグラウンドのすべてのメモリを解放したり、エアロアクティブクーラー2の装着時の冷却効果を最大化したり、さらにゲームアプリ以外のアプリのバッテリーやメモリー浪費を防止するなど、ゲームアプリ起動時のパフォーマンスを最大限に高めることができます。 X モードが有効になるとバックグラウンドやアイコンのデザインが変化します。以上 ROG フォン2のご紹介でした。 ROG フォン2はまさに勝つためのゲーミングブランド ROG の名にふさわしいスマートフォンです。ナイトでした。